エレンブルグ・イリヤグリゴーリエビチ・エレンブルグはソ連の作家。ユダヤ人技師の子として、ロシア帝国時代のウクライナのキエフで生まれた。モスクワの第一中学に入学するが、1906年に15歳でボリシェビキの地下運動に参加し、中学から方向処分を受ける。1909年にフランスに亡命して、神秘主義、単微主義の影響を受ける。 1917年の革命に際して帰国し、各地を放浪の後演劇の仕事や文学の講義をしていたが、1921年に芸術派遣員として国外に去り、作品を書いてソ連邦の出版物に掲載し始めた。大祖国戦争においては、大独宣伝活動の一端を担い、赤軍に従軍した。これについては回想録に詳しい。 1941年の長編、パリ陥落と1947年の対独協力者、アンドレ・ウラソフ将軍を題材とした対策、嵐はいずれもスターリン賞を受けた。世界平和のために活動し、スターリン平和賞も受けている。1967年、前立腺と暴行の癌により死去。モスクワのノボデビチ女子修道院の墓地に埋葬されている。 破壊しには友人であったパブロ・ピカソによる肖像画の複製が刻まれている。1920年代までのエレンブルグの作風はモダニズムの傾向が著しいが、ソ連で後可燃計画が始まった1930年代には国策である工業化を肯定的に扱った作品が主となる。ドイツ、フランス、スペインで人生最良の時を過ごしたエレンブルグは、 ソ連ではほとんど亡命者のように感じながらも時代に順応し生き延びることに成功した。スターリン批判後に書かれた雪解けにおいてエレンブルグはスターリン時代における芸術家の悲劇を描き、後のパステルナークやソルジェニーツィンなどと同じくスターリニストたちの攻撃の的となった。1964年に発表された回想録は 自己弁護とソ連邦の政策を正当化する傾向を免れていないとしても20世紀ロシアの歴史に手がかりを与えた。J.A. アンネンコフ、同時大臣の肖像上現代視聴者。1971年、P62。我が階層人間、歳月、生活、木村博史、朝日新聞社。1969年。ありがとうございます。